こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022チャンピオンズリーグラウンド16、ビジャレアル対ユベントスの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオに、お越しいただければなと思います。では早速始めていきます。ビジャレアルのホームでありますデラセラミカで試合は行われました。ビジャレアルはウナイエメリのもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパールジー、右サイドバックフォイと、センターバックはアルビオルとパウトーレスのコンビです。左サイドバックにはペドラッサが入っております。で、右にチクエゼが入り、中盤2枚はキャプエとパレホで、 左サイドにはアルベルト・モレーノが入っております。で、2トップに、ロチェルソとダンジュマが入るような形でした。で、対するユベントスの方はアレグリのもと 3-5-2 の形です。ゴールキーパースチェスニー、3バックダニーロ、デリフト、アレックス・サンドロの3バックで、マッケニー、ロカテッリ、ラビオの3センターに、右のウィングバックにクアドラード、左のウィングバックにデシリオが入り、2トップは、ブラホビッチとアルバロ・モラタというような形でした。では得点シーン紹介していきます。前半開始すぐ30秒あたりですね、ユベントスが先制点を取ります。ビジャレアルのつなぎのミスからですね、ボールを奪ったダニーロから背後へのパスを出しまして、それに抜け出したブラホビッチが、見事シュートを決め切りました。すごく難しい、形でのゴールだったんですけれども、ブラホビッチはチャンピオンズリーグデビュー戦で、なおかつ30秒でゴール、すごいですね。もう存在感見せまくってますね。で、後半65分にビジャレアルが同点弾を奪います。キャプエからですね、背後のパレホへとパスを出しまして、パレホがダイレクトで、その、ボールを打ちまして、見事ゴールを奪いました。得点は以上という形になりまして、合計スコア1対1という形でラウンド16のファーストレグは終了しております。では各チームのお話に行きたいなと思います。ではまず、ホームのビジャレアルからお話に行きたいなと思うんですけれども、基本的に2トップ、ロチェルソと、ダンジュマで、ハイプレスを仕掛ける、制限をかけるみたいなことも時折かけるんですけれども、やっぱりどうしてもユベントスの、最終ラインは3バックなので、開始時点ですでに1人多いと、数的優位の状態のユベントスという状況なので、ビジャレアルとしては誰がそのもう1人のセンターバックのところまで出てくるのかとか、そういったことが、重要になってきます。なんですけれども、時折ちょっとそのプレスが遅れてきたりとか、時折チクウェゼが出てきたり、パレホが出てきたり、キャペも、タイミングタイミングで、多分その一番近い選手が、その時に一番近い選手が寄せるような形を取ってたと思うんですけれども、基本的にそのプレスが一つでも遅れてしまうと、連携が遅れてしまうと、やっぱりユベントスの選手はその隙をついて持っていけますから、そこはね、若干もっと、連動というかね、チームとして行うものをもっとこうレベルの高いものに上げていかないと、現状このビジャレアルっていうチームがチャンピオンズリーグの今ベスト16ですけれども、ベスト8、ベスト4と上がっていくと、そういうミスっていうのは本当に致命的になるので、そこは若干気になりました。で、やっぱりどうしてもユベントスの最終ラインが低くブロックを組んできた形になったときに、やっぱり2トップの特徴を考えたら、やっぱロチェルソっていうのはどちらかといえばこう降りてきて、アクセントになるような働き、ボールを受けて、サイドに叩いたりとか、近くの選手にボールを落としたりとか、いわゆるトップ下のような、役割を、担っていたと。で、もう一人のトップでありますダンジュマに関してはもともと左サイドの選手ですから、やっぱりロングボールだったりとか、いわゆるボールを収めるっていうことはやっぱどうしても難しいと。もちろん相手の3バックダニーロ、デリフト、そしてアレックス・サンドロと、なった時に、中央のデリフトに関しては、当然センターバック本職ですし、体重も強いですから、ダンジュマではさすがにちょっとボールを収めるっていうのも、容易ではないのかもしれないけれども、アレックス・サンドロ、ダニーロっていうのは、本職はサイドバックだし、そこを狙い目に、
ロングボールを使うっていう手も、まあ、一つなのかなと思ってたんですけれども、まあ、現状そういうことをあまり多用せずに、どちらかといえばもう本当にスペースだったりとか背後だったりとか、そういうところの抜け出しを、まあ、こういうチクウェザもそうですけれども、まあ、前線のスピードのある選手、どちらかといえばこうスペースがある状況で、まあ、特徴を出せるような選手を、まあ、使いたいっていう選択を、まあ、ウナエメリは取ったんですよね。なんですけれども、やっぱりどうしてもダンジュマがなかなか行けなかった、まあ、それっていうのは、まあ、ユベントスが取っている、まあ、人でスペースを埋める、っていうことが、いわゆる、まあ、そのダンジュマの特徴を消す形になってしまって、まあ、ダンジュマとしては、自分の特徴を、まあ、発揮できなかった、まあ、そういう状況が、1試合通してずっと行われておりました。ただ、トップはそうなんですけれども、ワイドのチクエゼに関しては結構優位な、状況でした。特にデシリオとマッチアップするんですけれども、ほとんどダンジュマが勝ってましたし、まあ、ダンジュマのスピードに、振り切られるシーンがデシリオは多かったですから、ここはね、非常にチャンスだなと。個でこう剥がせてしまうと、やっぱりビジャレアルとしては相当ありがたいし、そこにサポートを必要としなくなるので、まあ、当然ね、後半、そこを、まあ、アレグリは当然知ってるわけだし、分かっているわけなので、中盤の1枚をそこにね、ラビオをちょっとサポートに生かするとか、まあ、そういった形も取ってたんですけど、まあ、その状況の中でもね、チクエゼが突破してクロス上げるとか、そういうシーンもあったので、まあ、ここはね、チクエゼの能力も、まあ、込めるべきだと思うし、まあ、ユベントスとして、まあ、人はちゃんとサポートを置いた状況で、対応はしようとしたんですけど、突破がされたっていうのは、まあ、チームとしての課題だし、まあ、そこにいた、まあ、デシリオもそうだし、ラビオもそうですけれども、まあ、もっと近いところで、囲んで奪い切るみたいな形を作らないと、まあ、後半はやっぱり先にビジャレアルが失点した分、やっぱある程度リスクをかけて、前に人も配置してきましたから、うん、そこはもっとね、そこでボールを奪えてしまうと、やっぱりユベントスとしてもいい方向になるし、ビジャレアルとしてはまあ辛い方向になるので、だからビジャレアルとしたら、まあ、そこをなかなか潰しに来なかったし、潰しに来ようとはしたんですけど、その、まあ、強度の部分で足りなかったりとかで、基本的に右サイドは優位に保ちながら試合を行えたので、よかったんじゃないかなと思います。あとはセンターバック、パウトレスとアルビオル、非常に、よく働いていたと思います。やっぱりブラホビッチっていうね、ちょっとこうなんていうのかな、今からというか、まあ、これからどんどん伸びていく、素晴らしい選手とマッチアップするってなった時に、まあ、アルビオルは経験がありますし、パウトレスも経験があるんですけど、まあ、まだ年齢が若い中で、まあ、非常に世界から評価されているセンターバックっていうポジションなので、まあ、彼らはやっぱりこうアルビオルは経験でカバーできるし、パウトレスは、まあ、こういうこと言うのもなんなんですけど、多分もうより大きなクラブに行く可能性が非常に高い選手ですから、やっぱりこういうブラホビッチとかね、こういうワールドクラスになる、まあ、なるであろう選手と、まあ、これからマッチアップしますから、当然ね、まあ、そういう状況の中で、まあ、負けん気だったりとか、まあ、パフォーマンスレベルも非常に良くて、ある程度しっかりと抑えていたと思います。しっかりと対応できていたと思います。で、まあ、後半に入って、まあ、1失点先してる状況なので、まあ、得点をね奪いに行かなければならなかったので、まあ左肩上がりのような形でね、ポイトが、センターバックに入れるような形でリスク管理して、幅を取るのはもう、エスティミニャンから、後半から出てきたエスティミニャンとか、まあ、ペドラサとか、まあ、ペドラサはちょっとこう試合を通してあまり、大きなインパクトっていうのを残せなかったですけれども、でもやっぱりこうエメリーとしてもこう対応を取ってきた、ブロックを組んで、そこからのカウンターっていうのを、まあ、仕込んできたアレグリーに対して、まあ、ある程度攻撃も行えていたし、ボールを持つこともできていたので、まあ、ボールを持たされたっていうシーンももちろんありますけど、まあ、その状況で崩してるシーンももちろんあるので、まあ、五分五分かなっていう感じではあるんですけど、まあ、ビジャレアルとしては、まあ、引き分けに終わりましたけど、もう少し特徴だったりとかを生かすために引きつけたところの背後とか、よりもっとこう縦に速く攻めてみるとか、もちろん幅を使うことは大事なんですけど、サイドで人を多くかけて突破するとか時折見せてたんですけど、非常に良かったんですけどね、
だからそういうことをもっと行えた上で相手を後ろ向きな状態にさせた上での攻撃押し込む状況っていうのが多分ビジャレアルはもっと取れたと思うし、多分それをできてれば多分ユベントスを、倒すっていうこともできたんじゃないかなと、個人的には思ってましたから、次アウェーでね、ユベントススタジアムで、試合をすることになりますけれども、ビジャレアルとしては多分あまりそこまでこうなんていうか、マイナスというかそこまでこう考えてなくというか考えてないと思うし、多分ちゃんとしっかりとした準備だったりとか、今日の課題っていうのを解決した状況でユベントススタジアムに乗り込めば、勝利っていうね、ものも、得られる可能性はあるなと思うので、非常にね、パフォーマンスレベルも良かったと思います。はい、で、最終的に一人褒めたいのはチクウェゼかな。この辺りの選手は非常によくやってたので、今日の MVP の活躍、 MVP 級の活躍かな。あとパレホもキャペもそうかな。 で対するユベントスの方なんですけれども、基本的にはですね、マッケニーがもう非常にもうフィールド中を走り回ってました。この選手がいるっていうことが多分今のユベントスにとって相当、素晴らしいというか、なんていうか、重要な、選手であるっていうのを、今日の試合でも、遺憾なく発揮していたと思います。途中でね、ちょっと怪我かな、多分、退場というかね、交代することになりましたけれども、多分彼がいなくなるとユベントスでは多分相当辛いと思う。彼の役割をラビオもできなくはないと思うんですけど、こうマッケニーほど、そのチームがピンチの状況になった時に、そこまで戻れる能力っていうのがラビオにあるかって言われたら、ちょっとやっぱまだその辺でどちらかでもマッケニーのがあるし、ラビオはもうちょっとこうテクニックタイプというかね、こうボールをシンプルにはたいてボックスに侵入していくタイプの選手なので、できなくはないんですけど、やっぱマッケニーが、いなくなると多分つらい。ザカリアがいるんでなんとかなるとは思うんですけど、戻ってきてほしいですね、ユベントスからすると。で、基本的に守備は 5-4-1 でブロックを構えるような形が多くって、基本的にはもう受けてたんだ、で、その失点したのが65分なんですけども、そのシーンまでは基本的にもユベントスは本当に人でスペースを埋めて、ビジャレアルをそのボックスの外でボールを回させるような状況にして、ボックスにまず人を割かれたとしてもそこへまずボールを入れさせないとかね、そういう対応をしっかりと取っていたことで、得点を奪わせなかったなんですけれども、この65分の失点のシーンは、センターバックとサイドバック間の広大なスペース、ちょっと空きすぎなんですけど、ちょっと右サイドに寄ってしまったセンターバック同士のその、左サイドバックとの間の部分にパレホが侵入してきて、当然パレホは頭いい選手ですから、そういうところも見つけるのも早いと。で、そこにちゃんとキャプエも気づいて出していて、そこでしっかりとダイレクトで合わせてパレホに奪われてるんで、この辺はね、やっぱりそのなんていうのかな、こういう一瞬を逃さないチームだし、このビジャレアルも当然タレントもたくさん揃ってるんでね、だから本当になんていうかな、非常にもったいない。ユベントスとすればやっぱりこうアウェーの地で乗り込んでいって、やっぱ先制点を早い段階から取れたことで、非常にこう試合のコントロールっていうのもしやすくなった。で、チームとしてもこの1点を守りきれば、基本的に勝利を得られるっていう、状況からもう開始30秒で決まりましたから、この状況がね。で、もちろん追加点を狙いにいってたと思うし、人もしっかりと攻撃にある程度割いたりはしてたんですけれども、やっぱりブラホビッチ頼りみたいなものも結構あるし、やっぱりモラタがね、っていうのが、正直そのパフォーマンスレベルがそこまで高いと思わないし、やっぱりこう右サイドからこううまいことこう展開して左に行って、モラタが決定的なチャンス生まれるシーンとかになった時に、ちょっとこう技術面で抜けなかったりとか、オーバーラップしてきた味方に出すタイミングがちょっとずれたりとか、その左サイドで使われてるから、どういう役割でそのアレグリは使ってるのか分かんないですよ。もしかしたらその昔やってたね、マンジュキッチンのような形で
モラタを使っているのかとか、そういうことはもしかしたら狙ってるのかもしれないけど、まあ、今日に関してはそこはあんま出てなかったし、モラタが多分リーグ戦でも多分左サイドで使われてるのかな、最近。ちょっと最近そのブラホビッチが加入してからのユベントスっていうのはこれが僕初めて見る形になるので、初めてか見る形になるんで、ちょっとこう何て言うのかな、あまりそのリーグ戦でどういう形だったのかっていうのは知らないんですけれども、でも危機感があるのかないのかちょっと分かんなくって、モラタに対してやっぱり本職はセンターフォワードなわけで、ブラホビッチに完全奪われてるわけで、でブラホビッチはしっかりと結果残してるわけで、プラスボールも収められてしまうし、動き出しもうまいっていうことで、まあ、左サイドでね、彼自身がもうやっていくっていう覚悟があるんであれば、まあ、そこでもっとよりね、必要な能力っていうのをつけなければならないですけれども、現状そのモラタが行っているパフォーマンスも、その相手に対応された時のやり方、サイドで圧倒できていたかって言われたら、まあ、そうでもないし、やっぱりちょっとモラタは、いくらブラホビッチが来てユベントスが良くなったとはいえど、若干やっぱ気になる部分は気になってしまう、まあ、もちろんディバラがね今日いなかったりとかっていうのももちろんあったので、いろいろあるのかもしれないけど、でも今日に関してはね、ディバラがいなくあったからこそ、まあ、ブロックを組むっていう形であれだけ守備対応できたと思うんです。やっぱディバラがいると、もちろん攻撃のアクションだったりとか、攻撃に加えるアクセントもそうだし、まあ、シュート技術、攻撃の能力っていうのは非常に高い選手ですから、本当 1.5 列目、9.5 番みたいなような形で、まあ、ハメスとかね、多分そういったか、選手と、同タイプの選手になると思うんですけど、まあ、そこでなかなかこうこのビジャレアルに対してボールを押し込むことが、取れないというかね、取らないっていう選択を、まあ、アレグリは、まあ、ディバラがいない状況だからこそ選んだのかもしれないけど、まあ、この戦術を取るならディバラは、ね、間違いなく使わない方がいいですから、まあ、あとはそのユベントスにすごく感じたのは、やっぱりどうしても構える形ってなった時は非常に強いし、やっぱ人も、テクニックも技術も能力も高い選手がおるので対応力っていう、その場その場の対応力も連携も非常に高かったと思うんですけれども、やっぱりカウンターになった時の形もそうだし、まだまだ連動がね、当然ブラホビッチも加入してきたばっかりっていうのもあるのかもしれないけれども、当然ウノゼロで勝つこと、1対0で勝つことにその目標を置くこともすごく大事だと思うんですけど、やっぱりね、もっとボールを持った状況で相手を押し込む形だったりとかを、もうちょっと作れるようにならないと、正直そのユベントスが、ま、今シーズンさすがにチャンピオンズリーグのタイトルを狙ってるかって言われたらちょっと微妙なラインかもしれないですけれども、でもユベントスっていうクラブのレベルを考えると、やっぱどう考えてもやっぱチャンピオンズリーグの優勝っていうのを狙いに行かなければならないチームだし、多分周囲もそれを認めてるじゃないですか。ユベントスはイタリアの中でも最強のクラブであり続けるべきだと思うし、ヨーロッパの舞台に行っても、チャンピオンズリーグのトロフィーを狙えるような立ち位置に、まあ、ずっといなければならない。でも僕もそう思ってるし、だからこそ、まあ、現代フットボールがどん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 進化していって、ヨーロッパのトップレベルが行っているようなフットボールの内容と見比べたときに、やっぱり構える形だったりとか、そのブロックを組んだ時の形っていうのは非常に硬いし強いと思うんですよ。それは多分ヨーロッパのトップレベル、いわゆる、まあ、リバプール、シティだったりチェルシーだったりとか、まあ、こういったレベルのチームと比べてもそこまで引きを取らないと思うんですけれども、でもやっぱ攻撃、ボールを押し込む、ボールを運ぶ、押し込んだ中での崩しとかってなってくると、やっぱりどうしても差があるというか、見てても分かってしまう。ここは、まあ、ゆっくりとね、多分アレグリも、まあ、リーグ戦でもコメントしてると思いますけれども、多分ゆっくりとチームを作り上げてくると思うんですよ。いきなり今シーズンアレグリになったからいきなりスクデットみたいなね、まあ、当然できる監督だと思うし、いい監督なので、まあ、できるとは思うんですよ。今シーズンがもしできなくても、まあ、来シーズン再来シーズンにはもうできている可能性は非常に高いし、なんですけれども、まあ、今シーズンのそのチャンピオンズリーグでの、目標チーム、優勝なのか、準優勝なのか、ベスト8なのか、それともベスト16なのか。で、多分ユベントスは、今回のこのビジャレアル戦、アウェーの地に乗り込んで、
宇野ゼロで勝ってホームで、より攻撃的なことも組みながら、勝って、まあ、合計スコア3対1みたいな状況で、まあ、次に突破みたいなことを多分目指してると思うんですけど、もちろんいいと思うし、それも一つの戦術だから大事なことではあるんですけれども、やっぱりこうビジャレアルっていうチームのそのタレント力も非常に高いですけど、もっとこう圧倒できるような内容っていうのを見せてほしいし、構える以外の形っていうのももっともっとこうちょっと特に後半は、見せてほしかったなっていう感じですね。だからできるチームなんで、多分もうこれ以上失点とか、負け越した状況でホームを迎えたくないっていう多分アリグリの心理と多分選手たちの心理もあったと思うんですけれども、まあ、イタリアっていう国があるんで、まあ、当然守備の文化があるんでね、そういうところに重点を置くのもまだ、間違ってないと思うし、いいことだし、やっぱ国としての推してるものですから全然いいと思うんですけど、やっぱりこうね、目標値をどこに設定するかによって内容で求めなければならないこと、選手が整ってるか整ってないか関係あらず、チェルシーもそうだし、ランパードからトゥヘルに変わった時にやっぱどう考えてもぐちゃぐちゃに近かったようなランパードから、トゥヘルになってちゃんと整理されて、選手も当然とワントップ、いわゆる今いるルカクだったりとかがいない状況で、ハバーツだったりとかマウントだったりとか、そういった選手のゼロトップ起用だったりとかでいろいろやりくりしてチャンピオンズリーグのタイトルを取ってしまったっていうね、こともありますから、これがねイベントスに置き換えると、ブラホビッチが来るまではモラタが務めてたけど、まあ、モラタじゃ頼りなくて、まあ、動きの質の部分でもちょっと物足りないっていうことでブラホビッチを獲得して、今日特にブラホビッチも大活躍してたし、できることっていうのが非常に増えたと。ってなってくるとやっぱその先の部分ですよね、まあ、これから作り上げていくんで、大丈夫だと思うんですけど、今日の試合に関してっていうことを、まあ、僕は今話してるんで、まあ、ユベントスならできるはずのことができなかったというか、まあ、これから作っていくんですけど、まあ、もっと見たかったなっていう、まあ、単純な感想みたいなもんですかね、はい、ということで、まあ、以上で、今回のビジャレアルと、イベントスのラウンド16の総括プレビューは以上になるんですけれども、正直第2節イベントスでの、イベントスのホームで行われる試合、どっちが勝つか正直分かんないです。若干ユーベの方が有利な気はするんですけど、タレント力が含めてね有利な気はするんですけど、今日のように失点のシーンみたいにああいう隙が生まれてこなければユベントスは勝つと思います。ただああいう部分が出てしまったら危ないし、あとチクウェゼだったりとかの、ここで突破できてしまう選手をどう次は抑えに行くかっていうのが、まあ、ユベントスとしては課題になるんで、まあビジャレアルは逆にそういうブロックを組まれた相手をどういう形で崩していくか、人を裂いてシートを裂くのか、それとも配置で裂くのか、それとも幅を使わずに縦で突破するのか、まあ、やっぱり人をかけないとリスクをかけないとやっぱある程度相手は崩れないんですけど、ちゃんと引き出してその背後引き出して背後を走る、中央に人を裂くことで、相手の守備ブロックを中に寄らせて、その状況で幅で一気にチクウェゼから突破みたいなね、まあ、攻撃の仕方もそうだけど、まあ、やり方なんていっぱいあって、いくら5バック4バックどんな形であろうと、人が行っているわけで絶対どこかでミスはできるし出てくるし、 見切れない、スペースだったり場所っていうのは当然出てくるわけなんで、でプラス選手のねその時間だったりその能力でさらにこう守れる守備範囲が大きかったり大きくなかったりとか、まあ、あるわけですから、だからこそまあサッカーはね、本当に面白い部分がそこに詰まっていると思うんですけど、まあ次節ね、次セカンドレグも非常に注目して、見させていただけたらなと思います。今回は以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。